はいどうも、えー、今度はギター編ですね前回の、えー、このギターの音の作り方僕流の作り方を、えー、解説していいいきたいと思います今回も音用インターフェイスに、えー、ギターを直接楽器用のインプットに挿して撮ったということですけどもちょっと聞くと分かると思いますが。 これは D.T.M. とかやったことがある人ならわかると思いますが、まあ本当にギターをそのまま刺した時の音、アンプから取った音ではマイクで拾った音ではなくて、えー、ラインの音で、えー、収録してます。さあそれでは、えー、いきたいと思います。えー、当然のことながら、えー、こうギターですので、時々ねあのちょっと余談でありますがソウルとか。 え80年代とか70年代の頃のソウルとかはえと DI にそのまま刺してカッティングするっていうちょっと音の手法が結構多かったんですね。だからその方がシャープですごいこう歯切れがよくリズム感がよく取れたのか、まあ、今レコードとかで聞いても結構やっぱあのカッティングとかいい音で取れてるのでまそういうやり方もあるんですがまあ今回はやっぱこうロックのちょっとギターなのでアンプシミュレーターを使って。 えー、やろうという感じで、えー、前回のベースの時と一緒で GTR、ね、その名もギターを略してんのかな <laughs> これを通しましたえっ、ー、とこの今流した音はクリーンな音をイメージしているので、えーまあ、クリーンな音を選択したという感じですかね、えー、まあプリセットの中で アンチというとこのデフォルトオン使ってますね。えっ、ー、と、ここかな。これのこの音をしたいとしてます。これを選んで、えー、ドライブ、えー、ミッドとかハイを自分で調整して、えー、音を作ってます。これを入れた状態でちょっと聞いてみますね。 と、はいどうですか。アンプが通ったような音してますか。してますかね。ねこれは、えー、結構ここにオフとかオンとかあるんですけど、これはあの多分マイクをセッティングする位置だと思うんですが、えー、あギターアンプの えー、スピーカーの前、えー、例えば多分オンだと結構スピーカーのセンターに近くますこう近くでこう収録するんですがそうすると結構ハイの、えー、ハイの成分とかもよく取れてパキッとした音になるんですがこれオフなのでちょっとこう、えー、オフ離すのかちょっとエッジに映るのかどっちかで撮ってるかちょっとわからないんですがまあ例えばちょっと離して。 センターからずらしたりとかしてその音の聞こえ方あの低音の量とかハイの、えー、時間とかそういうものは調整されてるんですけど僕は、えー、今回はオフでちょっと空気感も入れてるという感じでセッティングしてますねそしてこのギターで撮った音をさらに EQ でちょっと整えますんでこれは まあ、ベースもいるのでベースの,そのかかる音域っていうのを削りたかったので100あたりを少し削っています、えー、このギターに関してはもうほんとそれぐらいであとの、えー、こうミッドとかハイはギターアンプの方で調整してますこの削るとこの帯域はこれで、えー、削るという感じ切ると 分かりづらいんですけれどもおそらくヘッドホンで聞くと下でうーんって言ってる音がちょっとすっきりしてるような風に、えー、聞こえると思うのでそれが実は、えー、音が重なったときに、えー、そこが飽和しないようになるのであのちゃんとギターがこうこもらずに聞こえてくるというようなセッティングにしてます。そして、えー、この後ろにコンプレッサー、えー、前回のベースと一緒ですね。えー、粒とあとその 音量差っていうものを整えるために作るのとあと実はちょっとギター僕個人的にはちょっとコンプレッションがかかったサウンドっていうのは結構好きでちょっとそれよりに寄せてる感じですねしかもこれもプリセットでエレキギターっていうプリセットそのまま使ってそしてこのスレッシショルドでかかる度合いと、えー、リリースアタックっていうものを聴きながら調整すると。 いう感じでこれをじゃあ入れますね <music> はいこれ入れ入ることによって多分どんどんちょっとまあ本当は違うんですけどでもなんかこうギター アンプみたいな音になってきているのはんとなく分かってもらえるんじゃないかなと思うんですけれどもそして、えー、前回もあのベースの時も同じだったんですがこの EQ の後に、えー、コンプレッサーを指している今この形なんですけど、まあ、これ実はいろいろやり方がありまして、えー、今回このギターとかベースは このコンプレッサーが後に息よりも後ににも来ているでまあこれまあプリ・ポストとかよくあ,のあるんですけれどもまあ、えー、プリっていうのがまあ何々が先でポストは何々が後これコンプレッサーがプリなのかこれ今ポストの状態でプリだとこっちの方が先にかかるという形になるんですが、えー、今回はこういう形にしてます。えー、とこれはですね、えー、どういう違いが出てくるか、まあ、知ってる方はいると思いますが。 え普通のコンプレッサー、まあ、サイドチェーンとかそのハイパスとかローパスを使わないコンプレッサー、まあ、ノーマルのコンプレッサーの場合はどの音も大きさによっっってて全部引っかかってしまうんですねだ例えばローを増やしたいなと思った時にローを増やすとすると、えー、その増やした分音量が増えるわけですね。そうするとこのコンプレッサーも同じ こうかかってしまうので、えー、さらに引っかかる量が増えてしまって、えー、例えば低いところをポンって引いた時はすごくコンプレッションがかかってハイであんまり音量がないところではかからないっていう状態ですごいこう波ができてしまったりすするんですね、えー、とでねも逆に言うとそれを利用してアグレッシブさを出すこともできるんですね。で例えばこう出過ぎて 自分がこう手すぎてこうちょっとこう不透明な感じで圧縮されていたいっていうまあこれ雰囲気でしか伝えられないんですがそういうサウンドを出すときにはまあこの形がいいまあ言ってみたらちょっと今はこうテープシミュレーターとかたくさんあるんですがまあそれに近いような感じですねその作った音がちょっとコンプレッションされるというような風な雰囲気を作り出しているという風な感じですね。でこれが逆になった場合 えー、なった場合は、えー、ここで楽器がちゃんと粒が揃えられるで粒が揃えられて音に対してローが足りなかったらロローを上げるとそのままローが膨らんでくれるという風な、えー、音の作り方になります。で、えー、これでは今やってませんが実は例えばたくさんこういろいろなってきた場合はこの下にさらにまた EQ をさしてハイ、えー、とか、えー、ローとかを調整すると。 いう作業も、えー、実際行ったりします。